お腹をへこましたい方や太ももやお尻が気になる方は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回椅子を使ったチェアヒップリフトというのを紹介します。このヒップリフトはですね、通常太ももとお尻に効くエクササイズなんですけども、実はこれがですね、ドローインといって骨盤を後傾させてお腹を引っ込めるっていうことを意識するためにすごく身につきやすいエクササイズですので、今回はメリットとして骨盤を後傾させることをメインとして行っていきます。それに加えて、お尻、太もも裏、内ももというところがエクササイズ的に効きます。で、デメリットとしては、骨盤が前傾しているとお腹をへこますことができないです。というのも、骨盤が前傾しているっていうことは、お尻が出てお腹の力が緩んでいるので、骨盤が前傾しているとお腹とお尻が出てしまう。ですが、この骨盤を後傾さすことができれば、お尻は締まってお腹は引っ込みます。ですので、お腹の脂肪が多い、お尻に脂肪がついてお尻が大きいっていう原因だけではなくてですね、実は骨盤の角度というのが関係してきます。この骨盤の角度がですね、常に後傾させてお腹をへこましておくことができればですね、お腹に脂肪があったり、腹筋がなくても骨盤を後傾さすことによって、お腹をへこました状態で過ごすことができます。ではやり方を説明します。椅子を使うんですけども、椅子のできればですね、床が安定した場所でこの角っちょに足を置いていきます。通常ヒップリフトは手を下について足を閉じてお尻を上げるっていうだけなんですけども、この場合お尻よりももにメインに効きます。で、お尻を締める力がつけばお腹をへこます力、骨盤を後傾さす力が身につきますから、お尻を締めることをメインとしてやっていきます。やり方としては、足の側面を角っこにつけて膝をできるだけ開きます。これでお尻を上げると太ももよりもお尻に力がいきます。これでお尻を締めた状態で足を上げてお腹をへこまして骨盤を後傾です。このまま足を閉じます。ここからまた開いて、ゆっくりお尻を下ろすんですけど、腰に隙間ができないように骨盤を後傾させたままで腰をつけます。腰が反れないように、腰が浮かないように、お腹が反れないように、お腹を引っ込めたままで上げる、お尻締める、お腹へこます、閉じる、開く、お腹へこましたまま体を戻す、といった感じで行っていきます。これを一緒に10回やっていきましょう。息はですね、動いてる時は吐き続けます。ですので、ここの状態で吸って、戻ったら吸います。ですので、いっぺんに吐かないように少しずつ息を吐いてください。これを10回やっていきましょう。息吐きながらお腹をへこまします。そして骨盤を後傾、骨盤の後傾が分からなければお腹をへこませるっていうことと、お尻を締めるっていうことを意識してください。では行きます。
お疲れ様でした。どうでしたか？今お腹が少しへこんでいる感じはしないでしょうか？どうでしょうか？骨盤を後傾させたままで10回動きますから、10回動いた後もですね、その感覚が少し身についてですね、骨盤が後傾できてたり、お腹が少しへこんだ感じがしていたり、そういった感じになっていると思います。で、今回はまあお腹に効いているんですけども、お腹の奥、いわゆる腹横筋と骨盤の後傾をメインとした太ももお尻のエクササイズでした。お尻を下げた時にですね、腰が浮いてしまうって方はお腹が伸びて腰が反れて骨盤が前傾しちゃってるので、その場合ですね、お腹をへこませることに意識ができてないですから、お尻と太ももには効いてると思いますが、骨盤を後傾させれないとですね、お腹を引っ込める力、いわゆるお腹をへこまして骨盤を後傾させてお尻を締めっていう姿勢、骨盤の位置、お腹のへこみ具合っていうのができてないですから、しっかりね練習して骨盤の後傾させるっていう動きを身につけてもらえたらと思います。この骨盤の後傾が身につくとですね、どのエクササイズもしっかりお腹周りのコアな部分に効かすことができます。そうするとですね、体の動きがブレなかった、効かしたい部分にピンポイントで効いたり、腹筋の時に力が入りやすかったり、お尻のエクササイズの時にしっかり効かすことができる、そういったメリットがねたくさんありますから、この骨盤を後傾させるっていうことを身につけてもらえたらと思います。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメント、そしてシェアもよろしくお願いいたします。今回はお腹をへこませる、骨盤を後傾させることが身につくチェアヒップリフトでした。これからも少ない回数、少ない時間で効く効果的なエクササイズを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。